はい、東学寺の長男です。この度ですね、こういったものをいただきました。J 長野さんの表彰状なんですけど、有料賞でね、自分の名前書いてあって、第1回、J 長野ピーマン栽培コンクールにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。その栄誉をたたえこれを表彰しますということで、令和6年3月8日長野農業協同組合さんからですね、賞状をいただきました。一応優良賞っていうのがね、2位らしいので、長野農業協同組合さんのこの中では2位らしいです。これは長野県かね、なんかまあその辺よくわかんないですけども、 JA 長野マーク書いてありますが、こういうことになって、いただきました。まあ、去年1年の、収穫量と、ピーマンの畑の、まあ、綺麗さとか、まあ収穫したピーマンの形がどんな感じなのかとかね、まあ、そういったところを一応見て、2位らしいんですけども、で1位の方がですね、収穫量的にはうちよりは1位の方ですけども、うちの方が、量は絶対に取ってました。なんか1位の方の、インタビューみたいなの載ってて、まあうちの方が、まあ、2倍近いというかね、結構収穫量はうちの方がある。いや、本数的にはうちの方が少なかったんですけども、なんとかこう取る方に重点を置いた栽培をしたので、数としてはね、うちが取れてはいたんですけれども、まあね、結果的には2位ということに、なったみたいです。はい、まあうちはですね、ばあちゃんとかお母さんがね頑張ってくれてますので、まあその3人でなんとかある程度回してそういう順位になれたことはね、良かったと思います。で去年のね、まあ、状況、栽培の状況っていうのはもう皆さんご存知だと思いますけども、水がとにかくなくて、雨がね全然降らないという、ピーマン栽培期間中かなり厳しい状況だったので、それが全国的に起こりまして、価格的にはですね、まあ、ちょっと爆発的な価格高さにはなったんですけども、その分結局普通に栽培しちゃうと取れないので、まあ、最終的に価格かける単価でやると、価格かける数量かやるとトントンみたいなねことになるんですけども、まあ、そんな中でなんとか取るようにできたのは、やっぱりみんなでなんとか協力してね、水やりとかをうちは手水というかね、あの同粉で手で水を一株やるみたいな感じだったんですけど、そういったのはかなり、重点的にやりつつ、乾燥に強くなる資材というかね、まあ、液体肥料みたいなのがありましたので、その辺を使いつつ、で肥料切れを考えてやりつつ、で雨が少ない場合には、尻腐れというのがね出やすくなってしまって、ピーマンのお尻の方から腐ってしまうという病気みたいなものがあるんですけども、それをまあ、防ぐためにですね、カルシウム上げたら大体防げやすくなります。でカルシウム上げれば、日光とか日差しが強いのも実はちょっとね抑えられたり、するというところで、なるべくカルシウム剤も、やりながら、まあ、水をあげながらやったというところでしたけども、まあでも2位か、数結構取ったけどなみたいなねところがあります。で、あ、そうだね、去年だと、まあ、ちょっと重点的にやったのが、銅剤ですね。まあ、うちはコサイド3000とかほぼ、銅剤といってもコサイド3000ほぼ使うんですけど、まあ、コサイドで、細菌系の葉っぱの病気をねなるべく抑えると。で葉っぱの方でなんか目玉みたいにこうピシッと葉っぱについて、そこから周りに黄色くなると、まあ、黄色いところがね細菌だなんて言われてたりするんですけど、それをこう抑えていくには、まあ、銅剤を使うと、まあ予防的なものなんですけども、
広く抑えられると。でもちろん出るは、木もあります。で、まあ、出ちゃったら出ちゃったで、一応ね葉っぱをそれは怪しいのは取ってい、くと。で葉っぱがこうあると雨降ると雨降ったりとか水やりでやると葉っぱから水がねちょんと落ちてその下の葉っぱに落ちてで移ってどんどん下にバーッと移っていったりとかもあるので、まあ、そこがね難しいですけども、銅剤系も使いつつの、去年ですかね。まあいろいろ何をしてるかっていうと細かくありすぎて難しいんですが、で今年はですね、ちょっと違うのが、去年は品種が、まあ、京波っていう品種と京光っていう品種が半々、ね、50%50% の割合で、入っていたんですけども、今年は完全に京波、京光か 100% に、なってます。なので、まあ、京光がじゃあどうなのかっていう感じなんですけど、収穫取り始めの収穫量バーッとね伸びていく感じなのは、まあ、京波かなと。で京波っていうのは昔ながらの、ずっと昔からこの辺で作ってる、まあ、30年もう40年になるか分かんないですけども、ずっとピーマンを作ってる中の、ずっと作ってる品種がそれなんですけど、まあ、新しく京光っていうのがあって、まあ、それがね今導入、されているという、状況で、まあモザイクウイルス系の対策かな、若干強くなってるかぐらいなんですけど、ただ収穫量がですね、初期はまあ京波の方が昔ながらの方がなんですけど、その後、まあ、栽培中期ぐらいになると京波がちょっとなんて言うんだろうな、暑さに弱いのかな、あれはちょっとこう、まあ、落ちる感じに感じるというか、最初が多い分なんかねちょっとなだらかに収穫量が落ちていくような感じに、まあ、感じることが多いんですけど、京光は結構こう序盤から、まあ、下手したら上がるんかなぐらいの感じになりやすいので、まあ、来年というか今年か、まあ、今収穫真っ盛りのところですけども、そこの収穫量というのがねちょっと、期待はしてるんですけども、まあ、結局その自分が YouTube 上げてるのも長野県とかは今ねだいぶピーマンを収穫というか栽培を推してくれてますので、まあ、その支援の一つにねこういう現場からの情報がこうお届けできて、皆さんの収穫量とか、まあ、所得というかその辺が上がってくればいいなというところでね、まあ、動画には、させていただいているので、まあ、なんとか自分自身もね、まあ、何もこういう称号もない、こういう称号っていうか2位なんでね、1位じゃなくてあんま自分は微妙なんですけど、いただいたので、まあ少しは箔がついたというか、 YouTube 上げて、何もない人が YouTube 上げてこういう風に栽培する方がいいですよっていうのはね、正直自分は信じたくない方なので、ある意味こういうのを取れましたというかね、そういったのをお伝えした上で、こういう栽培方法がいいですよって言った方が絶対正しいかなと思うので、まあ一つ称号というかね、ついたのが良かったかなと思います。まあ今年もまた、撮っていきまして、まあどんな状況かもね動画にしていけたらと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。